どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうころです。今日は、鬼滅の刃交換所解説やっていこうと思います。今回はもう別に炎上してもいいんで、僕が思うままに評価付けしました。ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。はい。で、基本的に鬼滅の刃コラボガチャは、ほとんどがガチャキャラです。はい。で、星8の3体のみ交換できて、あとはすべてガチャでしかゲットできません。なので、基本的に、ガチャに石ぶっぱしてもらって、できるだけね、星7を狙ってもらえればありがたいです。星7強いキャラ多いんでね、できれば頑張って引きましょう。はい。こういう富岡とかもね、めっちゃ強いんでね、ぜひ狙ってもらえればなと思います。今、11体目って書いて、ちょっと僕も引いてるんですけどね。で、交換できるのは、炭治郎、無惨、京次郎のみ。で、交換素材はこんな感じで、星7フェス限と、あと何かしらのパズドライベントのキャラですね。ちょこちょこ入ってますね。はい。こんな感じで。5体いるからね、結構コスト高いんだけど、まあそれでも取る価値はあると思う。で、先にネタバレしますが、今回は3体とも S ランクです。これなんでかっていうと、テンプレが組めるとこのキャラたちは全てバケモン。で、無惨とかに関しては使い道がある。炭治郎もゴリゴリに強いっていう感じで、全てめちゃくちゃ強いんですよ。なので今回はもうしっかりと S ランクなんですが、取る上で皆さんが必要としているかどうかっていうのが非常に大事なんですよ。S ランクのキャラをパッて取ってもらったところで、それが自分のパーティーに活かせるかって言われると全然そんなことなくて、ちゃんと S ランクのキャラの使い道を理解して取ってほしいんですね。なので今回は右側の解説絶対にわかりやすく書きます。取った方がいい人、使い道全部書きます。なのでそちらを見てもらって自分が当てはまると思えば、取ってもらえればいいんじゃないかなと思います。そんな感じで今回は、鬼滅の刃コラボの交換所解説、S ランクからやっていこうと思います。いきましょう。はい、ということでまずは S ランク炭治郎からやっていこうと思います。炭治郎は変身前、変身後、武器の3種類となっています。まずは変身前からですね、18ターン変身で18ターンスキルを貯めてから変身する形になっています。本当の初心者の人はある程度スキブがないとこれ変身できないから、ちょっと使うの難しいですけど、まあでもスキブ18は今ならもうサクッと用意できると思います。で、変身するとこんな感じ。ガドブレに、無効貫通に、7コンボ強化3つ、指延長プラス、悪魔キラー、バインド耐性プラス、ボイス覚醒です。まずね、7強3つに無効貫通で火力が出せて悪魔キラーがあって、裏白等のね、ナイトメアとか、あとは、悪魔タイプに対してゴリゴリ火力が出るのが魅力的なキャラですね。で、まあ、変身リーダーなんで潜在は遅延確定ですが、ほぼほぼ。まあ、悪魔キラーも一応触れますっていう感じのキャラで、火力がめっちゃ高い覚醒と、あとスキルが超優秀で、1ターンの間、回復力と攻撃タイプの攻撃力が 1.5 倍、水と回復以内のドロップから、火ドロップを4個生成と。はい。水と回復以外からね、非4個生成なんで、水パーティーとか、あと水回復パーティーとかですね、そこら辺のキャラとも競合はしません。わかりやすく言うと水着プレーナーかな。水着プレーナーは水と火をね、消す必要があるんだけど、この炭治郎を使ったところで水は消えないんで、プレーナーとも組み合わすことができますと。で、さらに回復力とエンハンスがあるんで、裏しらにおいてはこのスキルがめちゃくちゃ強いです。もうぶっ刺さります。超優秀です。はい。で、さらにリーダースキルが水属性と攻撃タイプの HP と回復力が2倍、攻撃力は18倍と、さらに火の4個消しでダメージを軽減3コンボ加算です。スキルでね、火を4個作れるって言ったんですけど、リーダースキルが確定で発動できますと。で、軽減晴れて3コンボ加算が確定発動します。さらに HP 回復力2倍に攻撃18倍ですからね、バケモンですよね。まあ、この炭治郎をね、取ってほしい人としては、強いリーダーを持っていなくて、今回の鬼滅の刃コラボでネズコを引けた人ですね。もうはっきり言って、この炭治郎は、ネズコを入れてあげて、ポロネ入れてあげればもう基本的にテンプレは完成です。あと2枠に関してはもう自由にどうぞって感じです。まあ一応炭治郎プレーナの場合だったら、サブにもう1体炭治郎いるんだけど、別に炭治郎の場合だったらもうサブ2枠は本当に自由。自分の行きたいダンジョンに合わせてテンプレを組んであげれば OK って感じですね。はい、もう本当に強い。もうどうあがいても強いって感じのキャラですね。まあ、この遠征で裏白とかも行ってますし、初日でもね、炭治郎編成紹介してますが、もうほんとテンプレさえ組めれば、もう裏白ぐらいなら負けません。本当に最強です。マローも全然勝てます。もうそんな感じのぶっ壊れのね、リーダーですね。もうバゲモンです。なのでもう基本的に交換したいと思った人はね、ぜひ交換してください。もう使っちゃって OK です。もう本当に優秀なんでね、そういう感じの超優秀なリーダー、そしてサブという風になっています。それが炭治郎ですね。一応おまけで武器も紹介していくと、スキブ、指延長プラス封印耐性、HP 強化を持っていて、スキルは3ターン、指と回帰力が2倍で、3ターン2コンボ加算と攻撃タイプの攻撃力が2倍と、溜まっても強い優秀な武器ですね。そんな感じでした。はい、まあ、炭治郎に関しては、欲しい人としては、強いリーダーが欲しい人ですね。一番使い勝手がいいリーダーは炭治郎だと思うので、もし欲しい人はぜひ交換してあげてください。そんな感じでした。じゃあ次の S ランク行きましょう。
はい、続きまして S ランクもう一体は鬼舞辻無惨ですね。これの S ランクの理由は進化前にあります。はい、こちらがスキブプラス持ってて、直角性でスキブ持ってます。スキブ4つ持ちで、枝豆ドロップ2つに 80% 以上強化3つ持ちですね。軽くも出せる優秀なキャラではあるんですが、スキルがね、1ターン回避力が0になって、上段2列を闇ドロップに変化というね。枝豆生成用の変換スキルとしても使えますし、あとは列を組む用の変換スキルとしても使えるスキルを持っています。まあ、あと正直でもこれはスキルよりかはリーダースキルですね。HP50% 以上でダメージを半減、攻撃力が20倍、ドロップを消した時、回復力かける20倍の HP を回復です。このリーダースキルが強すぎて、わかりやすく言うと、ランダンとかでも超強いですし、Twitter では今、裏修羅をね、しげしげ編成で無惨無惨で回るみたいなのもちょっとだけ流行ってるらしいですね。ちょっとだけ。っていうことも考えると、もう無惨はマジでそういう意味でも強いし、特にランダン勢。これを取ってほしいのは、ランダンをやりたい人、ランキングダンジョンをやりたい人は必ず確保してほしいと思ってます。それが鬼舞辻無惨ですね。本当に強いです。はい。もう完全に今までエレンとかバースとか使われてた場所が完全に鬼舞辻に変わります。そんぐらいのぶっ壊れですね。なのでぜひ取ってほしいキャラになっていて、まあこれが S ランクの理由なんだけど、一応進化後もバカ強くて、まあ、スキブ4つ、もしくは無効感とか 80% 以上強とか選べるんだけど、ガドブレに7強3つ持ちです。まずシンプルに7強3つ持ちで火力が出せて、バランスタイプなんで好きなキラーも振れる優秀なキャラですね。で、スキルチャージ持ってるにも関わらず、3ターン悪魔タイプの攻撃力が3倍と、6解除プラス6食人を持っているので、エンハンスもかなり周りがいいと。で、リーダースキルは落ち込んなしで闇属性と悪魔タイプの全パラメータが2倍。4色以上同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が9倍、2コンボ加算です。これはもうバレンタインイデアルみたいな感じかな。まあ、こちら赤座と組み合わせてあげるとね、ま、正直ぶっ壊れのリダフレで組めて、耐久力も超高いし、全パラ2倍に2コンボ加算もあるからね、回復力も高くて、ま、普通にね、裏修羅とボコボコにできるパーティーが組めます。ただ、鬼舞辻無惨を組もうと思った場合、これ注意してほしいのが、サブは、フェゴランとか、あとは正月リーチとか、そこら辺のキャラがいいのって結構弱めのパーティーになっちゃうんですね。なので、サブが難しいんで、ぜひね、いろんな人の動画、ま、できれば僕の動画見てもらえればわかりやすいと思うんですけど、結構テンプレ紹介みたいな感じでね、一回テンプレ遠征組んでるんで、まあそんな感じのパーティーが組めない場合結構苦しいんで、そこだけ注意してもらえればなと思っております。ただまあそれでも強いことに間違いはないかな、鬼舞辻無惨が。うん、そんな感じのキャラですね。はい。まあ、7強3つ持ちに枯れこなせるね、優秀な多色リーダーって感じなんですが、正直進化前がランダムで強すぎるんで、S ランクって感じです。あと、武器に関してはね、80% 以上強化に列強化4つ持ちです。で、スキルは2ターン遅延と、キスネドロップ全回復ですね。こんなん強いに決まってますよね。遊戯パーティーとかにつけてあげればもう最強です。もう武器としても最強なんで、もう取ってとにかく損をしないっていう感じの多色最強リーダー、プラス、ランダム最強リーダーって感じでした。はい。まあ、正直でも取ってほしいのはランダン勢の人かな。あんまね、多色リーダーでね、無惨取ってもね、結構将来性はね、低めだと思うんだよね。だからまあそこまで無理して取る必要ないと思ってます。ただ進化前がバカ強いんで、ランダン勢は必ず取ってくださいって感じでした。はい、次行きましょう。はい、最後の S ランクですね。進化前の煉獄に関しては結構サブ寄りかな。リーダースキルも強いんだけど、正直進化後が強すぎてあんまり無理して進化前使う必要はないって感じですね。無効感3つに悪魔キラーで、超覚醒も悪魔キラー乗せれるんで、火力が出る点では進化前も優秀です。で、進化後ですね、7強3つに悪魔キラーで枝豆持ってます。はい。で、枝豆暗闇耐性プラス悪魔キラーっていうね、すごい尖った超覚醒なんですが、まあ悪魔キラーにしたら火力高い、ナイトメアとかもぶっ潰せる、裏シャラでも優秀なキャラになりますし、暗闇耐性プラスつければギミック耐性もできる優秀なキャラになります、という感じです。はい。で、煉獄さんに関してはね、まずスキルが、消せないドロップ、バインド、覚醒無効を5ターン回復して、最上段横1列をヒドロップに変えてくれます。これがね、いろんなパーティー、火属性のいろんなパーティーで優秀で、これから使えることもあり得ると思う。全然。超強いと思います。7ターンスキルでこれなんで、かなり優秀なスキル思っていますが、一番強いのはやっぱりリーダースキルですね。火属性の全パラメータが 1.5 倍、7コンボ以上で攻撃力が10倍、火を6個以上つなげて消すダメージを半減、3コンボ加算です。はい、これがもうバカ強くて、相方はもうレムーなんだけど、レムーと組み合わせてあげると、裏シラで HP40 万とか50万とかの編成が組めて、なおかつダメージもグランディス2体入れてあげると毎ターン10億とか出せるんですね。本当にバケモンみたいなパーティーが組めるんですよ、煉獄杏寿郎をね、リーダーにしてあげれば。ただ、このキャラの弱点としては、テンプレが組めないと全く強くないです。これ本当に大事で、グランディス1枚とかで使ったらまだ使えるんだけど、グランディス0体とかの人が煉獄取っても全く強くない。できればグランディス2枚持ってて、ネズコ持ってて、っていうようなもうガチガチのテンプレ。もうほんとガチのテンプレが組める人が使えば強いっていう感じのキャラになってます。そこをね、注意してもらわないとね、マジでね、全く強くないキャラを取らすことになるんで嫌なんですけど、ただこれ、ま、僕の前回の動画見てもらいたいんですけど、わかりやすくでも読み上げますね、キャラを。グランディス2体、ネズコ、ポロネ。
ですね。を4体、このサム4体を入れてあげるのがもうテンプレで、これがバカ強いです。本当にもう、環境上位確定。もう間違いなく強いパーティーを絶対に責任持っています。裏修羅でボコボコにできます。超強いです。そんなキャラをゲットできるんですね。っていう感じで、煉獄さんに関しては、まあ、交換すべき人は、火属性のパーティーをよく使ってる人、ダンテとかを使ってらっしゃる人で、グランディス2体にネズコとポロネを持ってる人は交換すべきですね。そうじゃない限りは別に交換したところでそんなに使わないと思います。特にネズコ引けるかどうかがかなり大事で、ネズコ持ってないとあんまり強くないんですよ、正直言って。そこだけ注意してもらえればなと思います。ただまあ、それでも本当にね、もうぶっ壊れるのは間違いない超優秀なリーダーですね。ぜひね、サブ整えて、パーティーが組める人はぜひ交換してあげてくださいって感じです。で、一応武器に関してはね、スキブに 80% 以上強化にヒドロ強2つです。この武器もバカ強くてね、これから火属性パーティー使おうと思ってる人は絶対余分を持って取っておいてほしいですね。余裕を持って取っておいてほしい。僕4体作りました。本当に強いです。そんな感じの武器でした。というのが煉獄杏寿郎ですね。まあ S ランクはもう全部間違いないです。はっきり言って、炭治郎はもうね、リーダーとして最強ですね。めちゃめちゃ強い。で、スキルもね、サブとしても強いんで、もうマジで優秀。ぜひ取ってほしい。で、無惨に関しては、進化後は多色として強いんだけど、正直進化前がランダム適性高すぎて、こっちの方がやばいと思う。進化後に関しても強いけど、これはまあ相方が赤座確定ほぼしてるんですけど、まあそうすれば強いかなって感じですね。で、最後に、煉獄さんですね。煉獄さんはもう進化前も強いっちゃ強いんだけど、やっぱ進化後はバケモンで、スキルのね、ギミック耐性できるスキルプラス非生成も強いし、覚醒の火力も高いしね。しかもリーダースキルが、もうレムーと相性最強の全パラ 1.5 倍の半減リーダー、プラス3コンボか3、バケモンですね。もうどれをとっても、正直、別々に来てたら全部 S ランクになるレベルでバケモンです。なので、ぜひよかったら取ってほしいんですけど、まあ、今回解説した通りの使い道をね、考えてもらって自分が欲しいと思ったキャラだけを取ってもらえればなと思います。そんな感じで今日は、鬼滅の刃コラボの交換所解説でした。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。